こんにちは。どうも。ピクミン3デラックス、続きやっていきたいと思います。お水飲みます。昨日ぶりだ。最近、頻度が上がってきてる。多分ハマってんだろうな。早くやりたいって自分の中であるから、ですね。で、もう5時間やっとるわ。探索15日目。そう、続き、ですね。交わりの渓流が、ちょこっと終わってるけど、これは、あれかな?羽ピクミンのとこだね。あれ、昨日やったのに忘れちゃってるわ。ちょっと待って、喉乾いた。筋トレしてきた。今日は、筋トレしてきました。なので、少し疲れている。さあ、よろしくお願いします。まずは、作戦を立てましょう。はい。ここにある、オレンジは、青ピクミンがないと無理で。で、この場所か。この場所まだ行けてない。水辺があるとこ行けてないから、ここをハネピクミン連れて行くのと、なんだこれ、オリマーのとこか。ここに行きたいのか。オリマーを救え。もしかしたら、また違う道から行ける可能性があるので、まあ、羽ピクミンを、多めに持ってくか。25、20。こんな感じで、行こうかな。よろしくお願いします。さあ、道がわからんぞ。すでに道がわからんぞ。どうしよう。どう行こう。てか広いな、ステージが。地下世界がないから、なんか広くなってんのかな。このまますぐ行ってみよっか、一回。ああ、なるほど。乗る場所ね。乗るか。せっかくだし。この、かわいい。羽ピクミンも乗っとる。降りまーす。はーい。で、こっち行ってみるか。こんにちは。水辺ですね。でも、ここは一回行ったとこだね。ここも行ったとこだ。ってことは、こっちは終わって、クリアリングみたいになってるな。スプラのクリアリングみたいになってる。一回行った場所でも行ってみよう。で、この先行くと右行けるんだけど、右行けるな、これ多分。これ行けるな。行こうか。これ、羽ピクミンいたら多分、行けるぞ。こんにちは。整備整頓させていただきます。羽ピクミンとオリマーくんだけで、行かせていただきます。あ、危ない。大丈夫?この先に、なんかいるぞ。右から行けそうだ。危ない。あ、やばいな。これやばいな。いや、これわざわざ倒す必要ないんじゃないか。倒せるか。倒すか。倒せるか?これ。強い、ナイス!ナイス!みんな運べ !1 個ずつ。運べいい !OK! なんだかんだいけましたね。そして、ルイ君ともそこそこ長い付き合いになるが、それでもまだまだ彼のことがよくわからない。確かに。ルイってみんなオリマーだと思ってるけど、あいつルイだからな。チャッピーはステーキ。デミジャコは網焼き。ビリーは唐揚げ。食べようとしてるのか。ちょっと待って。猫ちゃんがさ。ねえ、そこで寝ないで。ここで寝て。そう。そう。そこで寝なさい。おや、皆さん。お騒がせしました。あいつを倒すがためだけに使ってしまった。まあでもいいだろう。帰り、羽ピクミン。羽ピクミンに運ぶのは任せて、じゃあ次行こうか。
時々さ、なんかさ、変な敵が出てくる可能性あるからさ、それが嫌だよ。倒す準備しとこう。倒す準備しとこう。来い。何？あ！お宝だったわ。お宝だったわ。もういいか、5個運ばすか。ラッキー。こっちに行くと、また一応お宝はあるのか。行ってみようか。あれ、こんなとこ行ったっけ？やばい、一日ぶりなのに記憶がね。なんかピクミンがいっぱい食べられた記憶はある。なるほど。高台になんか、梨みたいのない？右側に。これだよね。この梨取りたいの。けど、ここ橋作りたいな。橋。作りたい。果実ナイス。サネピグミ入れてくれたんだ。こっち行ってみようか。ちょこちょこ食べられたんだよな。なるほど。いってらっしゃい。で、持ってきてもらって。この先は？あれ、この先なんだ？なんかいたっけ？この先なんかいた？いないな。特に行く場所は、下に梨があるけど意味はない。こっち側はなんかあるか。あれ行ったっけここ。記憶がないんだけど。え？繋がってるのか？ここ。羽ピクミンのとこだ。あ、繋がってる。ほら、羽のとこに。だがしかしそんな意味はない。どうしよっか。そしたらこれ、このまま乗るか。このまま乗っていけるとこまで行きたいけど、ここのさ、左、これ降りれるのかな。無理か。ってことは地面から行かなきゃいけないの。ブドウがあるな。ちょっとビクミンを、あ、待って。これ上にあるね。キービクミン投げとく。あ、黄色じゃなくてもいけそう。はい。はい。みんなで運んでもらって。せっかくなので。ピクミン全員と聞いて、あ、ちょっと待って、羽ピクミンだけ連れていきましょう。溺れないよね、大丈夫だ。オッケー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 。だからこっちに行ける。ブドウブドウ、全然ブドウ、全然ブドウやろう。よし、ここはいけた。こんな感じで羽ピクミンを持っていくんかな。いってらっしゃい。全員行っちゃった。暇だから変えよう。この合間に、バエリピクミンたち。の合間に、ピクミンを、羽ピクミンどれだ、これか。羽ピクミン以外を、オッケー、なんかだんだん掴めてきたな。もう一回羽連れていこう。ナイスナイスナイス。シャッチョさんも来たよ、シャッチョさんも、チャーリー。で、これを全部押せ。で、持っていってもらおう。次集合。で、残りは私についてきてる19匹。他いけるか。無理か、無理か、無理だ。じゃあ全員集合集合。
あー、ここからどうするかな。ここどうやって行くんだ、これ、場所。ここまで移動ができないんだよな。なんか違う方、行き方あるのかな。ここも行けてないし、この上。この上の行き方もわからないな。ここ行きたいね。向かってみよっか。ちょっと向かってみましょう。みんな行くぞー。一緒に行くぞー。よし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 。降りるか。この先だよね。まあ、地面からも行けるの。さっき来たな。てか、さっき来たな。あっち側行こっか。あっち側まだ行ってないんじゃないか、右側。これこれ、ここ、ここ。ほら。なんか蜂みたいなやついる。ちょっとどうしよう。空中戦って言われた。天敵は羽ピクミン。蜂スズメ。行くか。蜂と、蜂対羽。あ、大丈夫？蜂対羽。あ、やべ、紫投げちゃった。紫投げちゃった。痛い。頑張れ。頑張れ。やられた？勝った？蜂に。勝った？みんな？勝った？勝った！すごいな、蜂。すごいな。あ、瓦発見したわ。あ、運ぶ？運べないよ。こうしてまず瓦を運んでもらおうか。で、他の子たちはすべて、はい、壊してくれ。瓦を運ぶ。完璧だ、これ。完璧だ。よし。よし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 。これなんだ、あの板は取っ手がついてるのか。なんかネズミ捕りみたいじゃん。大丈夫？怖いんだけど。あ、ダメだ。多分、羽ピグミンだろうな。羽が必要だ。で、ここは、うわぁ、でかいものあるけど、爆弾がないや。爆弾今度持ってこようか。うわぁ、いた。みんな嫌いなやつ。ちょっとみんな、みんな待ってて。羽ちゃん。羽ちゃん、帰っておいで。帰っておいで。羽ちゃん、ほんとなんか変だな。見た目が、そう、虫だ。虫って感じ。あいつ倒したい。やばい。オッケー、岩ピクミン天敵やろ、あれ絶対。あ、そのまま持ってけ。あっち。どうなるのこれ。あ、瓦あった。瓦あるよ。はい。よし、みんな行ってこい。こっちは？戦いは苦手らしいね。おい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 、嘘だろ、やっぱそんな気がす、あー、やばい、やばい、ピクミンたち、やばい、やばい、出てこない？出てこないか。うわ、すごい、あれ爆弾投げたいな。すっごい爆弾投げたい。え、これ倒す？今、紫ピクミンみたいな、岩ピクミン使っちゃったよ。どうしよう。閉じたいな、ここ。
気持ち悪い、これ。ブジャブジャして投げまくるか。いくぞ。うら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 、いった、食べられた。一匹食べられた、一匹食べられたけど、奴らは頑張った、頑張ったよ。ミルク見てこい。よしよしよし、頑張れ、いけ。あ、こっちでもいる。赤が食われたんだよな、これでいいや。したら、まあ、ここの地区は終わりましたね。あとね、あとあいつ瓦が多分もう完成したんじゃないか。あ、完成したね。繋がってるぞ、道が。41匹しかいないけど、今。いけるかな？ 41 匹でいけるか？一旦帰ってでもいいけど。時間がないんだよな。また結局、大事件が起きる可能性があるから。事件嫌だな。様子見てくるか。まだ何があるか決まったわけでもないし、一回様子見よう。そう、これは様子を見に行く。このさ、右側はいけないのかな、この上。ここ登れないのか。なんかあるけど。登れそうじゃない？はい。取り行くね。パパ、いつもうちにいないけど単身赴任なの？今度ママに お花とケーキ買ってきてね。娘はどんどんおませさんになっていくようだ。しかし、どこでこんな言葉を覚えてくるのだろう。お母さんが教えてんだろう。この何もないとこに来てみたけど、なんかあんのかな。木が生えてるだけだ。ブリちゃん。ブリちゃん戻れない？ブリちゃん戻れないや。チャーリーだけで行こう。チャーリーと二人だけで。うわー、なんかありそう。やだなー。やばい、時間もやばい。わ、これ絶対ボスいるよ。40匹で倒せたらいいけど。紫と、いるから大丈夫だよ。ルイ！ルイいた！あ、蜂だ！蜂や！あ、連れ去られた。何？何？なんか親玉みたいなやついる。気持ち悪い。なにこれ、なにこれ、口がなんかハーブの糸みたいになってる。やばすぎ。どうする？ハチスズメの隙をついて羽ピグミンで突撃。他のピグミンじゃちょっと良くないか。隙をつくってむずいけどね。なんか攻撃した後に攻撃するの。おおおお、やばいやばいやばい、ドリルになってる。あばば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 、今が好きなんじゃない、今が好きなんじゃない、これ。よし、今投げまくれ、今投げまくれ、今のダメージで集合、最終号。やばい、これ倒せるけど多分あれだ。時間待たないや。時間がギリギリでございますね。もう倒すだけ倒しちゃおうか、今回は。ドリルが来るぞ。違う、今回違う、ドリルじゃない。なんか隊列がすごいインベーダーみたいになってる。あんまり動きすぎるのよくないかな。危ねっ危ねっ危ねっ。これ使おうか。いけ、今好きだ、今がチャンス、今がチャンス。裏裏、紫投げ、あ、やば、戻れ戻れ。そう、雑魚が邪魔って言われてる。でもあとちょいだ。くそくそ、邪魔されてるあいつらに。うわっ、何
どうしよう、どうしよう、え、どうしようこれ。ピクミン投げるか、あっちに。いてー、いて、え、少しいなくなったけど、持ってかれたけど、あれ、俺の数匹ピクミンいなくなって、返して、返して、俺たちのピクミン、ちょっと待って、俺たちのピクミン返して。一応倒したけどさ、ルイ、ルイ倒したけど、え、帰ってきた、あ、帰ってきた、帰ってきた、よかった。じゃあまたハリアップきたわ。ほら、また大丈夫かこれ、運べるか、ミックス運ぶか。え、重い、もしかして重そう。あ、蜂重そうだね。あそこまで行ったら速くなるな。大丈夫かなこれ、また事件起きないかな。大丈夫か、大丈夫か、運べてる、運べてるか。ルイはどこ行った、ルイ、あ、ルイも運ばなきゃいけないんだ。5人必要だ。無理だ、一回帰ろう。あの、ロード事件が起こるから。やばいやばいやばい。詰まってる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 。詰まってる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 。隊列がすごい詰まっとる。いけるかこれ、無理だろう。なんかどっかで区切った方がいいかもな。いける？カウント始めたらやめよっか。あ、頑張れ。もうどっかで区切らなきゃ。一緒に行こう。途中まで。時間がまずいです。時間がまずいです。でも頑張っております、彼らは。でも敵いないから、ここ今チャンス。やばい、銃出てた！待って！集合。集合！ごめん、無理、ごめん、君たち無理。詰まってるね。詰まってるね、無理だね。あの5匹たち大丈夫かな ?7 匹？やばい？やばい？大丈夫？ 7 匹やばいかも。やばい。頑張れ。大丈夫なはず、信じよう。あの子たちは家に帰ったと信じよう。無理だったー無理だったー無理だったー、チキショー。16日このまま行こっか。なんだかんだアイテムいっぱいゲットしてるな。なんか3簡単になったか、2の方が難しい気がする。まあでも、その分倒しちゃってるけど、ピクミンを。ピクミンいっぱい倒しちゃってるけどさ、50、15、17、18。これで行きましょう。はい。頑張れ、頑張れ。よし、ナイス。みんなついてこい。ナイス。これも壊せはしないか。なんかやっぱ倒す威力はないな。おお、よかった、赤にならなかった。ギリギリだ。まあ、あと我々はルイを運びますか。あっちだよね、確かね。いっか、5匹置いていこう。こっちから行った方が近いか、多分。おそらくこっちの方が近いか。ここだな。
よしよしよし。あれ運べば、もう今日終わりな気がするけどね。あれてか、蜂、ここら辺に、落とさなかったっけ俺。集合したとき。ちっちゃい蜂って落ちてんのかな、いるんかな、見に行こう。運べ運べ。いたー、あ、ちびっこたちいねー、くっそー、逃げられたか。あの、おちびちゃんたちいなくなった、残念。運ぶか、10匹。あ、待って、できれば増やしたい。 OK、 パピクミってこい。これで一応運べるね。 OK、 戻ろっか。これ全員運んだ、よし。よしよし、あとはなんだ、あと何すればいいんだ俺、あと何すればいいんだ。これで終わりか、これで終わりだぞ。これも壊すか、これも壊して運ぶか。いってらっしゃーい。はーい、でゼンマイ抜こう、頑張れ。敵だ、敵だ、倒せ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 。そう、敵が出た時めっちゃ食われた、前思い出した。最悪なんよ、時々敵が出てくるのが最悪なんよ。 OK、 戻りましょう。マジでやることなくなるぞこの後。なんか行くとこあるか、落ちてないもんな、こっちも。あと水の中にみかんがあるのと、あ、そうだ、なんか爆弾持ってさ、壊すとこ見つけた。そうだ、おかえり、おかえり。なんか爆弾がさ、あっちにあるよ確か。爆弾で梨みたいな壊して取っていかなきゃ。ルイ入れた、あれルイ入れた、ルー入れたか、あぶねあぶねあぶね、大丈夫かな。あ、あそこにも落ちてるみかんが。したらこのまま乗って爆弾拾いに行こう。この先だっけ、どこだっけ。あ、行ったか、行ったな。ブレイク号、回収した生命体を分析します。ふん、ホコタテ星人分析完了。生命時装置を作動させたスリープ状態になっています。大丈夫か、無事か。すごい、この人がワーブドライブ機を持っているんだよな。早く目を覚まさないかな。目を覚ますまで時間が必要なのか。だがしかしそいつはルイだ。残念ながらルイなんだ。ちょっと運びたい、ちょっとこれを持ってきてほしい、ありがとう。そして、おお、運んでますねちゃんと運んでますね、偉いですね。そしてこっちだな確か。え、一個梨運んでる。みかんは落ちてた。行ける場所は、あとはここだね。よし、ここまでちょっと自動移動しよう。この自動移動中は雑談タイプ。何も考えなくて、勝手に機械が進めてくれる。ナイス。すごいね。次。フォーもやりたくなってきたな、ここまで来たら。ね。
ちの爆弾もだって全員持てるの。前はね、ピクミン、黄色ピクミンしか持てなかった。黄色ピクミン高くも飛ぶし、電気にも強いし、なんなら爆弾もワンの時持てるっていう、なんか最強だったよな。黄色がだから一番好きなんだよね。あと、ちっちゃい蜂たちを失ったのはちょっと悲しい。来た！来た来た来た！戻れ戻れ！あ！やべ！やらかした？うわー！一匹投げちゃった、変なの。ごめん。ごめん、やらかした。ごめん。ごめんね。一匹やらかしたな。このまま運んでもらってそう、今日は一日終わらすか。これでこれ運んだらもう多分あと水の中なんで無理でしょ。運べ運べ。でお家に帰って。近いんだよな意外と帰るのは。ただいまー、ただいまでーす。あれ待ってよっか。水飲んどくよ。あー早いな意外と。イエーイ。これでじゃあ99匹しか今いないので。あれそんなことない。3匹どっか行った。あれ見戻すか。3匹いないぞ我が隊列に。どこ行った。来た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 。よちよちしてる。かわいい。おかえり。したらじゃあ本日は探索を終えてもう翌日進みましょうか。多分新しいステージが出る、もしくは前のステージに戻らなきゃいけなくなると思うんで。よし、新しい果実2個ゲット。これはでかい。よし、25種類。いいね。もう結構、コッパイ星人です。救われるんでね。ほぼもう50個近くありますよ。イェーイ。もう42個の果実集めたんや。イエーイ。羽ピクミンも増えた。今日はあのチャッピーに一匹食べ、あ、違う、爆弾で一回死んだ、事故ったんやな。さあこの次だよな、翌日よな、どうなるか。どうなんだろうどうなんだろうこの翌日。ええ、その夜。キャプテンオリマ、なかなか起きないわね。無理もないですよ、あんな生き物に囚われていたんだから。とはいえワープドライブ機のありか教えてもらわないとな。とにかく僕たちもこれでコッパイ星解放ができますね。もう帰るの？怒るんだよ。あ、そっか、帰れなくなってるな、キーがなくて。でオリマーだと思ってるから。でもこれルイなんだよオリマーいないから結局まだ帰れないんだよ。翌朝起きた。え？え？爆発したんだけど。え？何やってんの？ルイ、ルイおかしい、頭が、ルイの頭がおかしいなんか着陸してるし、ルイいなくなったし、キャプテンのアヒルちゃんも、何キャプテンのアヒルちゃんって。キャプテンのアヒルちゃんって何？あ、時々、え？食料全部持って逃げた？やばくね？食料も逃げられ、え、やばくね？食料ゼロだぞ、今。待って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 。待って、ルーイよ、ま、あいつ泥棒じゃん。ちょ、どうしよう。こんなことしてる場合じゃない。え、どうしよう。こんなことしてる場合じゃないけど。やばい。集合。
こっち行って爆発してたよ、なんかね。てか、どこだこれ。こんなとこ道。どこ行った?あれ?なにこれ?こんな場所知らんぞ。ルイ君は何を考えてるんだろう?いつも首を縦か横に振るくらいで、私との会話がほとんどない。それでいて食事は私の3倍の量平らげる。最悪だな。最悪だな。河原をまずやるか。こんなステージ知らんの?新しくできたのか。これちなみにどこのステージ?さっきのステージではないよ。なんだここ。わかんない。見たことあんのかな。攻撃。そしたら、まあ、よろしくお願いします。で、黄色はこれを耕せ。さあ何が出てくるか。ジャガ出るか。お、なるほどね。青ピクミン、あれ青ピクミン用じゃん。あ、これも青ピクミン用じゃん。ちょっと待って、一旦運ぶな。いや待て、これも置いとこう。もしかしたら青ピクミンがここで出てくる可能性がある。一旦置いとこう。何これ?水中に何かの跡を発見した。かつてそこに何かの構造物が存在したのではなかろうか。もしそれを復元できれば向こう岸に渡れるかもしれない。あと一人いてくれたらって書いてある。二人必要なのか。ちょっとこれはもしかしたら紫ピクミン、いや、青ピクミンが出てくる可能性があるので、無視して渡りたいけど何もない。そっか。そっか。瓦がないのか。あいつは倒せない。こっちも倒せない。どこを渡ろうとしてるんだ?ここか?あそこか、渡ろうとしてるところ。いや、でもこれちょっと遠いな。そこに河原はあるけど、一体どうしようか。ちょっと一旦整列して、あれ引き抜いてきていい?あれ引き抜きます。水が抜けたら嬉しいんだけど。あ、違う、青ピクミンだ。え、こんなとこで現れるの、嬉しい嬉しい。青ピクミンだ。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。ちょっとみんな待ってて。紫も待って。紫待ってって。好きなのかそんなに。ちょっと待ってね。ほらみんな待ってね。君と君と君だけ来て。わっわっ出た、紫ピクミンだ。わーい。何よ。水に浸っていたオニオから見たことのないピクミンが生まれたぞ。これは青ピクミンです。水の中でも平気なのか。頼もしい奴らだ。やって、わーい。はい。あ、間違えた。このままピクミンを1匹ずつ増やしていこう。水に強い、水に強いって。こうやって増やしていきましょう。一匹ずつ、一匹ずつな。あ、もしかしてここに生まれる。ああ、そっか、そういうことか。そしたらピクミンを一旦しまわなきゃいけないな。集合。出しすぎたね。ルイをつかめに行くために出しすぎたな。そしたらもうな、結構入れちゃう?半分くらい入れちゃおっか。半分、帰りな。すごい、もうペレットが午後になってるよ。
後の、あの、青ピクミンが出るようになったら、お花のペレット、ペレットって言うんだけど、あのお花。はい。よし、4匹もいる。もう5匹いたな、ちょっと待って。5匹いたな。壊せ、壊せ。で、運べ。みんなで運べ。偉いぞー。で、ブリちゃんも一緒に、いる子わーい。これで水の中もいけるようになった。水の生物の中ならまだ青ピクミン少ないからやめておこう。今10匹。10匹だよ。5匹。5匹。よし。あとはどうしようかな。なんかいる。なんかいる。あそこに瓦あるな。この子倒してだな、そしたら。まずピクミンを増やす。30匹、40匹ぐらいできたらもう青ピクミン軍団で行くか。おぶねえ、なんか黄色ピクミンついてきてた。危ない。危ない危ない。なんかついてきてた。危ねえ。待って、来ないで、危ないから危ないからさ、キビクミン置いといて。いや怖いな、なんか死んじゃいそうだな、どっかで。しゃあないか、来んなよ、ついてくんなよ。 OK、 そしたらこいつな、こいつ倒したい。このクラゲみたいなやつ張り付いた、倒した。オッケーオッケーオッケー。そしたら、え、一匹壊れた。残念。どういう感じで壊れたんや今。これなんだ、ピグミンをぶつけて泡から救出。へえ、さっきのやつかな、こいつか。とりあえず19匹、もっと増やしたいけど、まあ、一旦いいだろう。頑張れ。頑張れ。かわいい。したらこの子たち一回呼ぶか。集合。集合、集合。もうなんか投げてもいけそうだけど。ゴール、あそこにいる、いっぱい待っているよ、早く集合集合。えらいえらい、戻んなくていいよ、帰って上。鈴木行っちゃったかな、あいつ、あいつ倒そう。なんだあいつ、なんかよくわかんないけど倒した。こいつ何だったんだ？で、これ20人で押すんだね。はい。押して、よし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 、なんか落とした。これで先に進めるようになったのか。オッケーオッケー。これは、4匹。いや、水の中だから。全員青じゃないと無理だ。オッケー。いらないな、オピクミーが。いらないな。まあ、黄色を運んでもらって、青ピクミーやっついちゃった。まあ、いいだろう。オッケー、オッケー。だからもういいや、置いてこっか。ブリちゃんとハルフだけ連れて置いていこう。
き抜くときに俺の方たち必要だから。集合。引き抜いて。頼む。あの辺欲しいな、なんか。引き抜いてくれる部屋。よし。集合、オッケー。この後どうする？増やすか、もうちょい。泳いで攻撃ができるって。攻撃してもらおうか。骨高みたいなやつ攻撃してもらおうか。頑張れ。メダカ倒した？メダカ倒してメダカ。え、メダカに壊れた！ちょっと待って、なんかちょこちょこ壊れてるんだけど。ちょっと待って、彼強すぎて、メダカにちょこちょこ壊れてた今。あいつ強え、意外と強え、あいつ意外と強え。やるな、やるな。運ぶのはまた今度で一回オビクミンを利用しよう。あいつ強えな。抜け引き抜け、引き抜け。よし。よし、運べいい。運べいい。うん。このピクミンは必要だな、でも。羽は必要なので連れて行きましょう。え、黄色待って。泳げないでしょ、君は。君は泳げないでしょ。危ないよ、危ないよ、ほんとに。ねえ、お家帰るか一旦。帰ろっか一旦、君たちは。帰ろっか、お家帰ろう。危ないもん。君たち、一旦帰ろっか。君引き抜いて、なんか怖いからあいつ倒しておいて。はい。一旦返す、家に。おい、これ運んで、これで行こう。あ、いる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 。またね、溺れちゃったりするからさ、このステージではちょっとね、必要ないよ。あ、終わってる、ナイスー、ナイスー。すると36匹になったので、ん？この物体なんだ、これ俺も知らんな。ちょっと橋作りたいね。うお、エビちゃんだ、エビちゃんが出てきた。あー、エビちゃんだ、びっくりした。エビちゃんびっくりした、エビちゃんびっくりした今。これ何これ、入ってみるか。食われたりしない？これ大丈夫？これ何これ物体？なんだ？よくわからんな。よし、あいつ倒すか。後ろからね。あ、やばい、いろんなの反応してる。戻ろっか。戻れ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 。いろんなのが反応してる、敵が。よし、泳いだけ、泳いだけ。倒した、倒した。そしたら今度あいつだ。結局倒し方よくわかんないんだよな。泡？泡を出すのか。これか。泡がなくなってから攻撃しに行けばいいの。OK！ 合流していけたな。そしたらば、また青ピクミンで。待って、みんなね、これ使おうか。これ使おうか。これで早く行こう。よしよしよし、頑張れ頑張れ頑張れ。 A さんもいる、 A さんも。 A さんも気をつけてね、 A さんいるから。 A さんはね、背中をもうこの後ろにね、これを攻撃すれば。毒だ、危ねえ。オッケー。
みんな行ってこい。わーお、カエルちゃんがいる。これ運ぶから、暇な子はこれ運ぶ。3個、オッケー。暇な子はピクミンを増やすために運ぼう。もうなんか青ピクミンだけでもいけそうだ。青ピクミンいっぱい作ろう、これから。てらー、はい、いけ。あれ、なんかできてる。あ、これか、さっき作ってたやつ、河原のこれか。あ、これエビちゃんいるから逃げよう。いっぱい、これ作ってたんだ。ここの橋のやつじゃないんだ、勘違いだった。よし、でっかくして、お魚ね。そしたら意外と、意外と食ってくるから気をつけないと。いって、そしたら意外と食ってくるから。食われた。どこいる、どこいる、なんか戦ってね。なんか羽めっちゃ食われてね。どうした、あ、どうなってんの。なんかビクビンの音、声聞こえるけど、ちょっとよくわからん。あ、しかも7匹しかいない。食われたから7匹しかいない。あ、終わった。いないんだ、今。これ、運べ。運んでこい。こっちに行くと何がある？あ、河原だ。これでも、エビちゃんの、あれだな。途中だな。あ、やばい、戻らなきゃ。あ、この上にも河原がある。ちょっと戻りますか。時間がないぞ。あ、食料がないって、やばいやばいやばい。確かに。とりあえずこれ運ぶか。そうだ、忘れてた。完全に食料忘れてた。ありがとう、チャーリー教えてくれて。ちょっと一旦これ運ぼっか。え、これ、抜かなきゃな。みんなで。いちご1個で足りるかな。怖いからこの、みかんも、お願いするか。ちょ、怖いな。もうあいつのせいよ、完全に。大丈夫かこれ。後ろ回りだけど。待って、これ後ろ回りだけど大丈夫？みんなで。あ、あげなきゃ。やばい。困ってる。で、10人で運べば多分早いかな。オッケーオッケーオッケー。あぶね、ゲームオーバーになるところだった。あぶね。で、この10人は多分、そうだよね。この子たちだから。ちょっと一旦抜いとこう。全員一旦抜いとこう。危なかったー。しかもピクミン100匹だったわ。あ、ピクミンだけで。よかったー。とりあえず、無事に、ピグミンも増やしつつ、はい、なんとかなりましたね。はい、よかった。多分果実これで大丈夫だと思う。ギリギリだ。マジでギリギリだ。はい、ということで2個ね、集められたんですけど、1つ分になるか。あ、よかった。じゃあ2日分になるか。もうなんであんなに集めてたのに全部持ってちゃったね。焦るわ、本当に。猶予がない。また果実集めなきゃ。食事やばいな。オッケーオッケー、青ピクミン87匹。いいね。なんだったんだ、あいつは。お、青オニオンが生まれ、第一で目を出した。それはまるで残されていた、
最後の力を振り絞るかのようだった。もし僕らが掘り起こさなければ彼らは絶望していたのかもしれない。まあこれで全部のビクミン集め終えたので、まあここからが本番ですよ。今までのチュートリアル、食材もね全部取られたんでね、あんなに集めたのに取られたんで、多分こういうことがまたあるんだろうな。ルーイのせいだ、ほとんどあいつめ。ピクミン2の頃から許せないあいつはあ、始まりの森と始まりの渓流と迷いの雪原。さっきどのステージでやったんだ。ここでいいのかな。まあ紫ピクミンいっぱい集めましょうか。ただいまー。あ、このステージ、このステージだったのか。あんまり覚えてないな、ステージ。青、じゃあ、いっぱい出して、87は少し多いかな。87でいきます。87でいきます、ここ。もうあ、待って、87。もうなんだけど、ちょっとさ、羽ピクミン使いそうじゃない ?30、いや、戦い弱いから15匹だ。死んでもいいよね、一応。85匹。これでいこう。まずは、ちょっとだけ増やしてからいこう。まずご飯を集めなきゃいけないのと、こっちにご飯があるようには思えん。はい。こっちにはない。ここか。なんかある。なんかいる。なんだろう、これ。よくわからんけど。あれ?このステージで合ってる?合ってなくね?あれ?ここじゃないじゃん、さっきいた場所。これいいや。危ないぞ、燃えるぞ。でも全然威力が弱い。無視か。無視だな。見た感じ?この左側か。ちょっと一旦この、卵をね。卵吸おうか、一旦。一旦卵吸おうか。オッケー、お花にした。こっちじゃね?道。あ、こっちじゃね?ほら。合ってるわ、このステージ。多分このステージになってる。倒せ。あれ?全然倒してくれない。あれ?全然倒してくれないぞ。まあいいだろう。この人数で、そしたらどうしよう。左から行こうか?はい。敵はね、昨日のうちに倒しといたんで楽になったし。はいはいはい、ここ渡って。うん、エビちゃんがこっちから行くと緩いよ。あ、そう。羽ピクミンって。開けて。あった!食材だ。これどうすればいいんだろう。中に入れちゃっていいのかな?いける?いけるか。あ、ナイスー。これでじゃあ5個運んどいてもらいましょう。エビちゃん倒すか、エビちゃん。後ろからだけど。これ。エビちゃん倒すか。使おう。戦いの時は使う。エビちゃん!エビちゃんなんで帰ったの家に。エビちゃん出てきなよ。いけ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 。目ん玉攻撃、目ん玉攻撃。エビちゃんの目ん玉攻撃。腹、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 いってらっしゃい。いってらっしゃい。
行ってらっしゃい。完璧じゃない？今のとこ完璧じゃない？多分これできると思うから、ナイス。あ、待って、戻っちゃう、戻っちゃう、待って戻らなくていいよ、戻らなくていいよ。戻っちゃったね。偉いんだけどね、こう自分でお家に帰るのって。で、まだ足りないのあるのかな。いいのかな、これは。もう完成したのかな、これで。完成してそう、上からいけそうじゃね。だから青ピクミンだけじゃ、なんかいるな、奥に変な虫みたいなやつ。ちょっと青ピクミン以外でもいけそうだね。まあここに2匹投げて、あと全部投げるか。はい、いや、ちょっと待って、これ岩ピクミン必要だな。ちょっと待っててもらっていいですか。これやっぱ岩ピクミンはどうしても必要かも。黄色と赤も多分10匹ずつでいいから、いいなら連れてってもいいと思うけど、ちょっと連れてこう。10匹ダメだ、多すぎる。赤はいっか、赤はいらんな、こんくらいじゃない。おかえり、おかえり、オッケー、オッケー、みんなおいで、みんなお花だ、戦いやすい。したら全部あそこに乗っけよっか。ちょっと泳げないピクミンいるの怖いけど、投げますね。そんなにいらないか、これでいっか。で、チャーリーを投げる。で、紫と青を、紫じゃない、岩ピクミンと青ピクミンを乗っけて、こんだけいれば、いや、全部投げるか。こいつなんや、このカニみたいなやつ。このカニなんや。玉ねぎみたいなカニがいる。ボスか。あのハサミ。ハサミが弱点。ハサミが弱点だ。来た。カニがどうしようもなくなった。今のうち、チャンス。今チャンス。今チャンスじゃね？やべ、泡使ってきた。泡はまずい。あ、ナイス！こうしたか？いいぞ、突撃して、じゃあ、増やしてくれ。なんだね？なんだこれ。ピクミンは5種類を20匹ずつ連れて歩くと陽気に歌い出すことがある。え、そうなんだ！これ小ネタだ。20匹ずつだって。やった。やった。あ、ナスみたいなやつやろ。いや、まだ足りないね、ここ。まだ足りないや。運ぶのはまだ早いみたいだ。この先に多分なんかある。あった。これだ。いってらっしゃい。なんか潜れる。この先もあるぞ。やべ、行き過ぎちゃった。うわ、なんかあるな。多分道ここだな。みんなで行きたい。ほう。取るのか。頼むぜ。道ができてるぞ。いいぞ。まだあんの？まだあるっぽい。みんな、頑張れ。こっち行ったら、連れてこれそうだ。ちょっとみんな連れてこよう。今ね、みんな頑張ってきてくれてるから。こっち作ってもらおう。で、全員集合していこうか。もう、ご飯も手に入れてるし。いい感
感じ、いい感じ、いい感じ。頑張れ。ありがとう。赤ピクミンは置いてきちゃった。いけ。なんかダメージこっち。橋に攻撃された今。橋に攻撃されました。あ、これ誰が運ぶ？あ、できた。このこれ行こっか、8人で OK で、残りはみんな集合。46匹、少なくなっちゃったな。79匹、あ、79匹だ全部で。少なくなっちゃった。ここから生体反応があるって。沼嵐、水晶を壊して水中中攻撃。なんだそれ、敵かもしかして。これ敵？敵だな。こんな感じで。うわ、キモキモ。鼻開いて、うわ、でけえ。なんこいつ。でけえぞ。うわー、踏まれたら死ぬ。あ、どうしよう。踏まれたら死ぬ。攻撃ってどこにすればいい？ちょっと逃げ回らして。なにこれ？バランスを崩させて転ばせろだって。バランス？バランス？バランス？ウルフェイン初号機のやつめ、かつては S 級の機体だったかもしれない。私の操縦にケチをつけてくる。早く借金を返済して私の愛機ドルフィン号を取り戻したいものだ。そのためにも高価なお金を。これなんかドルフィン号だ。これ、今まで俺がワンツーで乗ってきたやつや。バランス崩したい。出て崩す。ちょっと怖いな、これ。この子でちょっと中まで入ってみようか。これバランス崩れる。どうすればいい？こんなの入ったけど。こんなのどうですか？足こんなのどうですか？ダメですか？なんか水こそ、すごいな、これ。なんか水こそ、なんか掘れてるよね。この掘れたやつどうすればいいの？ちょっとわからん。ちょっと青ビクミンを、この人数だけ。使ってみていい？水辺だから。攻撃すればいいの？むずいな。くっついた。くっついた。あ、弱点はここだ。だって。赤くなったよ。赤くなった。オッケー、分かった。ここにちょこちょこみんなで攻撃すればいいけど。ほら、赤くなった。赤くなるだけでいいのか。ごめん。この先、なんかあるか？踏まれないようにして。頑張れ、頑張れ。めっちゃ赤くはなってる。集合。めっちゃ赤くはなってるけど、全部赤くした方がいいな。頑張ってるね。頑張ってる。僕も行きたいですね、ここ。水があってちょっと嫌だ。走れ！行け行け。行け行け、赤くしろ。ちょっと全部赤くしよう。オッケーオッケーオッケー、ちょこちょこダメージ入った、ちょこちょこダメージ入った。ほぼ赤いんじゃないか、もう怒ってないか。なんかあっち側は左の違う、なんか全部が赤くなってるな、これ。もしかしたらそういうことか。全部トークスなのか。あ、怒った怒った。攻撃のチャンスとある。ここに水晶を
潜れ。嫌な予感がし、やばい。なになに、下舐めずりしてる、危ねえ。これ村、岩ピグミいないと、無理だな。嫌な予感、チャーリーナイス。下舐めずりやばいな。チャーリー。よし、こうした。なんだ、なんか出てきたよ。本体みたいなの出てきたよ。うわー、怒ってる。怒ってるよー。行くしかねえ。行くしかねえ。決めた？大丈夫？オッケー、ナイスナイスナイス。バランス崩した、相手。いけ。そうだ。青ピクミンだから溺れないし大丈夫だ。生まれた！生まれてない、大丈夫だ。嘘。生きてる、まだ生きてる。バランス崩れろ。え、何やってんの、大丈夫、大丈夫。怒ってる。その動きはダメ。あ、食べられちゃう。踏まれる。いい基準だ。何、なんだあの攻撃は。次はなんだ。貼り付けろ。すごい長い、こいつ。すごい長い。クミン頑張ってるよ。いけ。クミンたちは回収。よし、チャンス。中まで行っちゃおう。怖い。また下舐めずりされる。集合。下舐めずりするとき、チャーリーが教えてくれる。はい。こっちに投げたいのに、なんか行かない。行け。集合！逃げて！逃げて！いけ。乗ってる。うわあ、溺れる。うわあ、でも頑張ったんじゃない。でも頑張った。まだ死んでないもん、2匹しか。よし、このままもう一回バランス崩さればいける。あ、でも下柔らかいからいけるな。オッケー、戻る。もうね、水がすごいことになった。泥水がすげえ。泥水が、これ泥水です。行くしかないみたいな。あー、遠いなあの子たち。戻れ。そしてね、戻れ。よし、4匹ずつね。え、待って、時間がやばい。またギリギリでやってる俺。こいつ戦う。こいつ、すごい、もう、なんかもう戦いの、長くて規模が。またギリギリでやってるよ。行くしかないよ、きっとね。あ、ダメージ回復してる。いけ。嫌な予感だ。戻れ。もう遅くなってる。嫌な予感が。待って、食われる。そんな遅い技、そんな新しい技あったのか。みんな食われたやん。知らないぞ、そんな。ピクミンが、なんてことだ。ピクミンがどうした、どうした？もうわかんない。もうね、投げまくったよ。こいつ強かった。最後は強かった。あの下舐めずり2周してきたからな。あ、ルイ！
やったなんかこれ乗って逃げようとしてたのか。また食べられちゃったんだね。じゃあルイ、ルイもう一回連れ帰ろう。ほんと最悪だあいつ、めっちゃ食われたよ。え、溺れてる。これ運べるな、運びたい。ギリギリいけるかな。ギリギリいけるか。これも運べる？いけそう。みんなでいけそうじゃない？これは登れないか。ただの木になっちゃった。やべえ、時間ない。ちょっと待って、無理だ。ちょっと無理だ、一旦無理だ。待って、ロードの事件が起こる。ちょっと待て！みんな！待って、無理だ、これ。集合。これは無理だ。明日にしよう。ここに置いとこ？この子たちは、ここに置いとこ？次連れて行きましょう。まだ食材はいっぱい入れてるので。OK。あの事件を学んでるからな。もう毎回時間かかんだよな。一回で終わんないんだよな。ふぅ。次だな。次に、運ぼう。ブレンドするのもいいかも。だって成功のもと縁側のに新しいのが初多いんじゃないか。よし、5日分、よし今日頑張った。よし、てかルイ返してくれよ、ご飯。今まで集めた分返してくれよ。よし、頑張った。15匹やられちゃったけど、いいんじゃない。お水もなくなったわ。巨大生物を倒すとそれはまるでゴミのようにキャプテンオリマン吐き出した。あー、連打しちゃった、ごめん。まあ、公開日誌もねかけるぐらいね落ち着いたんでしょ彼らも。すーごいでかかったあいつ。沼嵐なめるんだって。ありがとうございました。次回ですね、残りは。また、やっていきましょう。